はい、速稼塾の久保でございます。今回もですね、山ちゃん食堂さんからラーメンの動画を送っていただきました。これ今見終わったところなんですけども、この動画についてどういうふうなね、改善案があるかというアドバイスをこれからお伝えしようと思います。そうですね、2点ほどお伝えしましょうかね。一つ目はですね、このタイトルですね。タイトル、これはなかなかもったいないかなと思います。タイトルっていうのはタイトルタグっていうのがありますから、結局 YouTube で検索するとこのタイトルにヒットするかどうかっていうのがまず一つなんですよね。まあ、ですのでこれだと検索はなかなかされないと思いますんで、まずタイトルしっかりとこだわっていきましょう。じゃあどんなタイトルがいいのかなと思いますと、今回は白ネギを使った風邪をひかないとかね、風邪予防とかになってますから、まあ、ラーメンと健康についてこのタイトルを書いてみるのはどうかなと思うんですよ。だからどういうタイトルになればいいかってことをこれからね、すぐにパパパッと申し上げることはできませんけども、タイトルに塩ラーメンにネギを入れるとなんで健康なのかみたいなことをね、タイトルでパシッと書けるというのはですね、ラーメンプラス白ネギで、風邪予防みたいなやつとかね、まあ、こんな単純なのはダメですけど、もうちょっと時間をかけてね、タイトルっていうのは作っていかないといけないと思いますけどもね。じゃあね、例えばね、ラーメン健康っていう YouTube 検索をするとどんなものが出てくるかってことなんですけども、なんか早速出てますよね。ラーメンは健康に悪い、これって本当なのっての多くの方が疑問に思うところですよね。だから例えば先ほどのこのラーメンの動画なんですけども、山ちゃん食堂さんの、ラーメンは健康に悪いっていうのは本当なんだろうかっていうことで多くの方が疑問に思っているところで、そうですね、健康に良いラーメン、インスタントラーメンの食べ方とか、そんな形でどうですかね。ただ食べるだけじゃなくて、こうやったら健康にいいんだよみたいな形ですよね。そういう風にしていくといいのかなと思います。まあそれでこのね、動画のリンクとかも動画説明欄に貼っていくっていう作戦があります。ちょっとこの動画見てみましょうか。これが動画の本編です。先ほどね、ラーメンってのは本当に健康に悪いんだろうかみたいなことですよね。ちょっと見てください。ラーメンを食べてはいけない。なぜならラーメンは太る食べ物なんだ。麺だけのラーメンはまさに糖質の塊。血糖値が急上昇して肥満につながる。さらにスープは塩分が高く脂肪やむくみの原因になる。ちょっと見ただけでも、ああなるほどねと、インスタントラーメンがなんでね体に悪いと言われてるのかってことがちょっと語られてますよね。まあ、この情報の裏付けに関しては今回は割愛しますけども、まあそういう説があるなってことですよね。まあだから、袋ラーメンってのありますけども、あれ麺だけ食べるとあんまり良くないなというところですよね。で、麺だけ食べるとちょっと足りなかったりするんで、他のね、炭水化物を、例えばご飯食べちゃったりとかね、パンをラーメンだと食べちゃったりっていうのがあるのかなっていうところなんですよ。じゃあ、袋ラーメン、どうやってね、満腹で美味しく健康に少しでも寄せていけるかってことなんですけども、具材をね、ネギとか、それから、もやしを入れたりとかね、椎茸入れてみたりとか、人参をこう刻んで入れてみたりとかね、まあ、いろんなことでかさ増しができるわけですよね。袋ラーメンの中にいろんなものを、具材を、野菜をたくさん入れて、本当に豪華にすることができると思うんですよ。まあ、そうなるとね、私の食べ方なんですけども、ああいう袋ラーメンって半分だけ、1回につき半分だけ使うんですよ。で、あとは野菜をしっかり入れて、量目を増すって感じで、炭水化物以外にもバランスいい、食材をね、刻んでいけるようにできるかなってことですよね。まあ、ちょっと私のことを話します。すいません。まあ、そういうところで今回ネギを入れるとすごくこういう風な健康効果があるんだよっていうテーマで動画を作ってみたらどうかなと思うんですよ。で、その動画が今回ネギを入れたら風邪の予防になるよってことでね、こういう風にやってくださってますよね。具体的にこれいいじゃないですか。とっても動画の内容はね、あ、これラーメン2つ入れてるんですか、すごいですね。ラーメン皿に入れると、まあそんな感じでね、タイトルを今回やってみましょう。タイトルもちょっとこだわった方がいいですね。あと一つなんですけども、動画説明欄の使い方もこれちょっともったいないんですよ。風邪予防に効果的な白ネギを使って白ラーメン作りましただけではなくって、ここはね、もうブログみたいに書いた方がいいです。動画説明欄は。で、じゃあどんな風にするかっていうと、文章力ないよって方ね、どうすればいいかっていうと、例えばね、こういう風にネギの健康効果で検索するんですよ。ね。で、そうすると、まあ、いろんなね、エントリーが出てきますんで、記事が。例えばこういうふうにネギの基礎知識ってあるのをクリックしますよね。で、こういうことを書いてくださってる方がいるんですよ。だったら、この一部をコピーペーストして動画説明欄に貼る。で、出典元を
このね URL をコピーして貼る、こちらの方へね、動画説明欄に。するとどうでしょうか。この動画を見ると、この動画説明欄に、まあ、あの動画では語りきれなかったね、詳しい裏付けってのがあって、出典元も明らかになっていると。でそこのリンクと相互リンクみたいな形になってね、これも SEO 効果高まるかなっていうところがあります。でプラスですね、ちゃんとこの人調べてやってんだなっていうような信頼にもつながるのと、最高なのはここの動画説明欄のリンク先がやっぱり自分のブログってやつですよね。まあそこまでやるとちょっといきなり忙しいので、こういうふうなきちんと調べてくださってる方のブログとか、こういうふうなね、キッコーマンっていう公式サイト、ああいうふうな企業の公式サイトとリンクを取っていくことで、あ、ネギって体に良さそうだな、美味しそうだなと、山ちゃん食堂って役に立つな、すごくためになるなっていうふうになるわけなんですよね。まあそういうふうにして、しっかりと書いていただくと、多分この動画自体の作り方も変わってくるのかなと思いますし、視聴者さんもね、あのこの人の動画は3分ほどの動画で20にも30にもためになるな、ひいてはカップラーメンちょっと食べてみようかなって気にね、していただくことができるんじゃないかなと思います。はい、今回は2点お伝えしました。1つはタイトルですね。でもう1つは動画説明欄、この2つ気をつけていくことができると思います。それではありがとうございました。また送ってください。